なわ、凍結してますね。うわ、びっくりした。今回は先日の、御在所浦登山道に続いて、中登山道、何度も登ってるんですけど、ちゃんとした動画で収めるのは、ちょっと冬のね、雪景色の時だったので、もうそうでね、春の、まあ、普通のっていうか、中登山道じっくり撮影していきたいなと思ってやってきました。毎度おなじみの中登山道、登山口ですね、うん、こちらのポストに、届けして、登っていきたいと思います。はあ、まあ毎回なんですけど、最初の10分ぐらい、いつもなんか根を上げてる気がしますけど、うん、やっぱりきついですね。よいしょ。まあそのうち体が慣れてくるはずです。まあ序盤はこんな感じですね。楽ではないです。いつもね、ここで、あんなとこ目指すんだって、プチ絶望するんですよ。まあ、毎回のことなんですけどね。今日天気いいな。よし。お、これ。先日の裏道への分岐ですね、数日前はお世話になりました。あ、これみんなが一生懸命支えてる岩ですね。じゃあ支えていきましょう。よし、まだ早いんでロープウェイは動いてないですけど、この辺りで体感 30% ぐらいですかね、わかんないですけど、まだまだ先は長いですけど、たまにこういう落差の激しいところは結構両手を使って登るところもありますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。狭。よし。オバレイは。前回、下山時に、あ、4号目ですね。さらっとスルーした。お悪いわ。ここ、御在所岳中登山道は、まあこういったお悪い岩じゃないですけど、奇岩というか巨岩というか、そういうような見どころも多いですね。
かなり歩いたような気がするんですけど、まだ目指す御在所だけまだ遠いです。でもさっきこういう景色見た時よりは近づいてきてるかな。まだ半分にも、達してないので頑張ります。よし、いきなり岩だ。よし、よっ、よっ。この道で一番好きな5合目の展望所です。もうね、前回もいたかもしれないけど、ここは必ず一息入れるというか、休憩する場所で、もう開けてて景色もいいですし、目指す御在所岳、鎌ヶ岳とかですね、本当に四日市の海の方まで見渡せますので、ちょっとだけお茶飲んで休憩してから行きたいと思います。どんどん行きたいと思います。よいしょ。あ、地蔵岩。6合目セット。まあここも気をつけて降りればそう大したことはないんですけどね。よいしょ。もうキュッと過ぎたら、あとはもうひたすら登るだけ。あと60分か。
海か。どんどん行こう。終盤のこういうところが一番きついですね。ただ歩き始めの最初の10分に比べたらもう完全に体が、まあその登山の体っていうと変ですけど、うん、慣れてきてますんで耐えられるんですよね。きついんですけど、危ない危ない。と言ってもだいぶきついけど、よいしょ。あかん、よいしょ、よっ、よいしょ。ほんとアスレチックとはよう言ったもんですね、この道。まあ捕まったりとかよじ登ったり降りたりとかあるんで、その分飽きない、うん、辛いんですけど楽しく登ってるうちにまあ山頂に着くみたいな、そういうイメージですね。よいしょ、はしご、よいしょ、こういうロープとか鎖もところどころにあって、よいしょ、楽しいですね。あ、8合目だ。よいしょ、すごい鎌ヶ岳がさっき高かったのに対等な感じがする。よいしょ、ここも慎重に、よいしょ、よいしょ、の、お、凍結してますね。うわ、びっくりした。あ、ツルンツルンや。鎖しっかり持ってて助かった。っていうかつららがすごいな。よし、じゃあ気を取り直して。よいしょ。びっくりした。よいしょ。ああ、よく見るとこの辺りも凍ってるな。わあ、凍ってる凍ってるところだ、これ。怖っ。よいしょ。つらら。うわぁ、怖いな、これ。よいしょ。
うわー、凍結怖い。うわ、ロープすんごいありがたいな、これ。よいしょ。うわ、滑るな。よっ。よいしょ。もう足を下ろす場所を考えないと。あ、滑る。最後の鎖場かな。ちょっと足元が悪いんで気をつけて登っていきたいと思います。よいしょ。うわ、凝っとるな、ところどころ。ほう、見えてきた。登山道は終わりかな。あそこが目指すべき山頂ですね。まあ、もう一息ありますけど、まあ、ここからのんびりと、危険もないのでゆっくり歩いていきたいと思います。最初だけ山頂到着しました。1週間ぶりですけどね。今朝8時12分、一応山頂誰もいませんね。でもまあ途中で抜いていかれた方いたんで、もう下山されたんでしょうね。じゃあもう毎度のことながら防火台もちらっと覗いてみたいと思います。よいしょ。よいしょ。防火台です。見えるのかな。あの辺りが琵琶湖だと思いたい感じ。じゃあ少しだけお茶飲んで休憩して、また下山のルートをどこにするか考えないといけないんで。はあ、まあ何しも一休みです。はあ、いつもの鴨ヶ岳が見えるテーブル、ちょっと休憩です。
下山ルートなんですけど、まあ、本当は中道往復したかったんですけど、ちょっと凍結が怖かったので、まあ、違う道、あとまあ歩いたことないところで、もしかしたら上りでそのうち使うかもしれない、まあ、その下見として、表登山道で一度下山してみたいと思います。全くどんな感じなのかわからないんですけど、頑張っていきたいと思います。あ、見えてきました、表登山道、こちらですね。